皆さんこんばんは。こんばんは。今週も粕谷秀樹さんと一緒にお届けをしていきます。粕谷さん、どうぞよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。あのたまたまなんですけども、今日私衣装でして、これ04で、これシャルケじゃないんですけど、たまたまシャルケが昇格したら、こういう風になったって。あ、本当に？それは何なの、その04。これ多分なんですけど、これもともとジェイク・チャールトンっていうブランドで、ジェイク・チャールトンっていう架空のサッカー選手、ジャックじゃないですよ、ジェイクね、それ分かってる。はい、が、をインスピレーションにいろいろなこう、服とかものづくりをしてるっていうブランドなんですけど、なのでフットボール絡みなんですよね。でおそらくシャルケとかレバークーゼンとかからインスピレーションを得て04なんでしょうけど、でちょうど青だし、で1年で復帰しました。おめでとうございます。おめでとうございます、はい、そうですね、はい、それとちょうどシャルケつながりなんで、内田さんシャルケアンバサダーじゃないですか、はい、今ちょうど、先週かオンエアの1週間前に、イングランドに取材に行ってまして、今配信中のダゾーンの内田篤人のフットボールタイムはイギリスで収録したのをお届けしてるんで、僕は出てないんですよ、そうね、内田さんと南野選手とお届けしてるので、ぜひご覧いただけたら、はい、僕も全くまだないみたいな内容は分かりませんが、おそらく楽しいんだと思いますよろしくお願いしますということで、さあそしていろいろニュース届いてますけれども、まあ、来シーズンに向けてということでもう動き出しましたが、ハーランド、いろんな表記がありますけれども、マンチェスターシティ、そうですね、まあ、別に驚くことではなく、随分前からほぼほぼ決まってると、あとは、発表をするだけだ、前も言いましたけど、BBC あたりは、まあ、飛ばしとかね、一切いらない BBC あたりが、もしも破談になったらそれはサプライズだよっていうぐらいの報道でしたから、まあ、いずれ発表あるなと思いましたけど、ようやくね、ついに発表しましたね。そうですね、はい、でこのところゼロトップというところでやってましたけれども、まあね、いろいろ、まあ、昨シーズン、まあ、というよりも今シーズンの初めか、夏にはハリケーン取るというふうに言われていて、結局、グリーリッシュ取ってということになりましたけれども、まあ、それでずっとやはりフォワードはストライカーというような質問もペプ・グアルディオラ監督は受けてましたが、じゃあ果たして入りましたどうなるかっていうのもまた楽しみになりますね。そうですね、まあ、いろいろなことを考える監督さんですし、ハランは末恐ろしいというか、まあ、非常にポテンシャルの高いストライカーですから、まあ、どういうふうに使うのか本当基準点としてだけではないでしょう、なんかいろんな使い方ペップ監督考えてらっしゃると思うので、来シーズンまた楽しみが増えましたね。そうですね、おそらくこれが決まることによって、いろいろじゃあまた出場機会を求めて出ていく選手もいるだろうし、いろいろとこうぐるぐるそうですね、エンバペもなんかマドリードで見たとか、そんな情報も入ってますから、いろいろ動くと思いますので、先週お届けしましたが、やはりこれから妄想がいろいろまたできるかなというところですので、なんかチャンピオンズリーグ残念ながらまさかのレアルマドリード戦やマンチェスターシティああいう敗戦でしたから、まあ、本当かどうかわからないですよ、まあ、面白おかしくおそらくメディアが書いてるんでしょうけど、オーナーが激怒して、まあ、お金使うぞって言って相当お金を日本円にして400億円ぐらい用意してるとかって出てますから、あれは根元はあれはデイリーメールだっけ、まあおとぎ話だね、なんとなく想像するとそんな感じは勝手にしますけれども、まあ、実際のところは分からないので、いろいろそんなところもまたオフには楽しみながら、ということでございますが、もちろんまだオフまでは時間があって、優勝争いも真っ只中ということですので、勝田さん、我々再三申し上げてきましたが、ずっと実は毎週のように取り上げているので、勝手に特集をしているつもりでいたリバプールを実はずっと、もうどのくらいやってなかった、かなりやってなかったんですよね。そうですね、1年以上、1年以上、大変失礼いたしました。本当に失礼しましたですね、これだけ強くて、全ての、大会の決勝に行ってるにもかかわらず、実は特集をしてこなかったという。やっぱりあれだよね、やるたんびに、まあ、リバプールに関しては多少なりとも増えるからさ、だから野村君も俺ももうやった気になってたんだよね。やった気にいました、しょっちゅうやってるつもりだったんですが、その単独での、特集がなかったということなので、たっぷり、まあね、どうなってるか分かりませんが、我々もこれ、前回収録の時にこのスケジュールを決めまして、まあ、最終節まで行くだろうと、優勝争いは。なので、2週連続、最終節の前の37節の前、そして、38節の直前で、2本連続リバプールで行こうとかなりチャレンジをしておりますが、もう仮にマンチェスターシティがその前に優勝してしまっていたら申し訳ございませんで、おそらくすぐにまたマンチェスターシティについては、でもそこは1年何ヶ月もやってないし、これだけ面白いフットボールを、
特に今シーズン見せてくれたリバプールをですね、うん、やっぱ触れずにシーズンを終えるわけにはいかない、はい、ということで、はい、2週にわたっていきます。どのような結果になろうと思います。そういうことでございます、はい、なので、まず今週は今シーズンですね、うん、について、そして少し長い目で見た、リバプールについて、うん、来週お届けをするということになります、はい、まずは現状ということで、はい、今シーズンについて、今週はいきたいと思います、題してリバプールジェラードも認める史上最強ということでございます。ジェラードもジェラったわけだな。ジェラったわけです、うん、はい、そうです、はい、座布団1枚な感じですか、ね、聞き逃してください、ね、いやすいません、僕はあの時折その反応が悪いんで、勝谷さんのせっかくのボケを流してるっていうおはあのご指摘がですね、かなりあの書き込み欄にあるので大変失礼をいたします。せっかくのボケを、そ俺のボケってそんな秀逸なの？勝谷さんがせっかくボケてるのに野村さん何するそれみたいな、もうちょっとあるだろうツッコミ方みたいなのはちょっとお叱りを受けてるんで、まあいいやろ、はい、すいません、ね、ちょっとこれはあれで弊害なんですよ。私があの小さい頃になかなかお笑いの番組を見せてもらえなかったので、やっぱね小さい時からあのちゃんとお笑いの番組を含めてあの見せた方がいいと思います。センスがね問われるんでね、これは、はい、ということです、では今週、リバプールの今シーズンについてお届けしていきたいというふうに思いますけれども、はい、うん、まあ、今、現時点で我々配信している段階、収録している段階では、優勝争いで、ちょうど勝ち点で並んでいるという1試合、リバプールの消化が少ないという状況なんですけれども、今後のスケジュールなどを見ながら今状況をちょっと確認したいというふうに思います、うん、残りは、あと、プレミアリーグに関してはリバプールは2試合、アストンビラ戦2対1で勝って、そして週末は、チェルシーとの FA カップの決勝ウェンブリーであります、まあ、なので延期をする37節は、18日の早朝ということになりますけれども、サウサンプトンとのゲーム、そして、月曜日早朝、まあ、実質上は22日日曜日の深夜ということになりますけれども、ウルブズとの最終節、さらには1週間後レアルマドリードとのチャンピオンズリーグ決勝という、こういう勝谷さんスケジュールになってますね。そうですね、はい、まあ、決勝ともなると、まあ、チェルシーもものすごい、うん、テンションで来ると思いますし、はい、やっぱねマドリーはこれはスタッド・フランスなんですけど、今シーズンのマドリーはちょっと魔力みたいなのを感じるので、そうですね、あの98、99で優勝した時のマンチェスター・ユナイテッドに似た雰囲気があるので、はい、ちょっと怖いですけどね。でもこのマドリー戦のことはですね、ちょっと今あんまり触れられないので、はい、あのいろいろいくつかあのオファーいただいております。ああ、なるほど、はいはい、じゃあそちらの記事の方で、記事もあの、はい、あの YouTube のいろいろと、はい、複数ありますので、はいはい、ちょっとそちらにちょっと動こうかな、はいはい、うん、ぜひそちらもご覧いただけたらというふうに思います、ではちょっと今シーズンについてというところなんですけれども、勝谷さん、プレミアリーグは、リバプールは26勝8分け2敗ということで、マンチェスターシティが3敗してますから、はい、最も負けてないクラブということになりますし、はい、また、2022年に入ってからということになりますと、14勝3分け負けがないということで、これ欧州5大リーグ、ヨーロッパの5大リーグで唯一2022年リーグ戦負けてないクラブだそうです。こういう言い方をすると語弊があるかもしれませんが、はい、プレミアリーグで負けてないってのはすごいですよ、はい、やっぱりこれだけのレベルで、うん、他のリーグだったら、ああまあそうよねって思う時あるんですけど、うん、プレミアリーグの無敗はすごいですよ、ちょっと、うんうん、一種異常ですね、はい、そうですよね、うん、ちなみに、去年、まあ、今シーズン入ってから去年の段階ですけれども、2敗してまして、それはウエストハムとレスターのアウェーゲームということになってます、ね、うん、つまりホームでは1敗もしてないという、うん、まあ、それはね素晴らしい雰囲気を作ってくれるスタジアムということもありますから、うんうん、最後に敗れたのが12月28日のレスター戦ということで、それからプレミア負けなしという状況になります。改めて加瀬谷さん、はい、今シーズン の, そのリバプールの強さあるいは選手というところを今ちょっと、まあ、基本最近の、フォーメーションでいくとこういうのが基本かなというところで、まず、はい、一番大きいのは、はい、現時点で怪我人がほとんどいないということですね、はい、そうですね、ファビーニョがアストンビラ戦でちょっとハムスリングをやったようですけれども、はい、まあ、大事に至っているかどうかちょっと現時点では分からないんですけど、はい、昨シーズンはこの2人いなかったっす。そうですね、はい、ファンダイクとマティップが、はい、いなかったですね、はい、
ファビーニョだったりヘンダーソンが最初に入った時あったかな、うん、ありましたよね。あとナット・フィリップスとかあとリース・ウィルズって若手も大学勤めたことありますので、はい、センターバックも大変だったりです、ね、はい、いろいろ新しい選手取ったりとかもして、うん、まあ、それでも最終的にサイン入ったんだからすごいと思いますが、はい、それがもう、今は全然問題ないということですよね、うん、ですから、ジョタがこの辺に入るときはありますけれども、ね、ありますけれども、はい、一回外しますね。非常に皆さん元気なので主力が元気なのでオリギとか、はい、南野とか、とか、はい、まあ、フィルミーノ今別メニューですね、はい、フィルミーノそれからチェンバレン、うん、はい、この辺他のチームにすると欲しいなっていう選手たくさんいるんですけど、はい、これがベンチにすら入れない時があるわけですよね、怪我もあって。そう、南野選手に関しては、うん、まあ、我々のこの配信の時点では、うん、プレミアリーグ直近7試合そうですね、ベンチ外でございます、はい、うん、はい、だからそれはクロップ監督もおっしゃってますけど、うん、大変彼をベンチ外にするのは苦しいことだって言ってますが、それほど今充実しているので、はいはい、それが昨シーズンとまず異なる強みですよね、うん、はい、それと戦術戦略面で言いますと、はい、非常に高い位置を取ります、はい、それで中をこう絞ったりして、クリスチャンじゃない、アーノルドがここの辺に入ってきたり、うん、はい、その前はヘンダーソンがこう入っておりますよね、はい、でロバートソンこう行きますよね、はい、でファービーニョがまあこの辺に来ると、はい、それでもっと浅いじゃないですか、ハーフエライン付近ぐらいまで大体、ね、もっと落ち着いてもいいですけど、ね、はい、だから2-3-5 みたいな感じの時もありますよね、うん、はい、はい、でこの3人が非常にいい右サイドで、はい、左サイド、まあ、こうマネ入ってもいいんですけども、はい、非常にいいトライアングルを作る、うん、こっちサイドはサラ・ヘンダーソン・アーノルドですよね、うん、このサイドの右サイドの3人左サイドの3人と非常に連携がよく、ロバートソンはこういうふうにもいけますよね、はい、それでこの辺でこの辺ルイス・ディアスはこう突っ込む、はい、でこのフォローしてたらチェン・アルカンタラはここからもう一個サイドに行ってもいいし、うん、そのチラシもうまいですし、うん、はい、サラはこれやはりここに入ってくるのうまいですし、うん、幅を取れますよね、変だそうですね、でこの人のクロスがもうすごい、はいはい、距離があっても、距離があってもいい、それで、はい、こっちから右サイドから左サイドに振る、はい、ロバートソンが入ってくる、はい、これをまた戻す、はい、もう一回やる、はい、これ繰り返されるといくらスライドとか上手くても追いつかないですよ、はい、で気がつくと、ま、ディアスとかマネとか、はい、サラがフリーになってると、はい、これはこの繰り返しをされますから、うん、まあちょっと対応するの厳しいですよね。内田さんがよくおっしゃってるんですけど、やはり目線を、はい、まあ、右左、はい、こう行くと体の向きも変えなきゃいけないし、うん、ね、これが一番ディフェンダーとしたら守りづらいだそうなんですよ、はいはい、だから能動的な動きと受動的な動きですから、はいはい、動くのと動かされるのではもう全然違うので、うん、はい、積極的な動きとネガティブな動きですから、うん、そこでどうしてもネガティブな動きを取らされる方は後手に回るわけですよね、はいはい、まあ、これが一つ、うん、あと、まあ、どうフォーメーションになっててもいいんですけど、もっと高いですよね、うん、正直ね、はい、まあ、相手がこれだけ密集してるとすぐ取れます、はい、相手ボールになって、そうですね、うん、はい、しかもこの人たち休みません、はい、常にあれして動かし足を動かして追ってくれますから、はい、まあ、この辺になったらボールが来たとしても追っていく、はい、寄せるでもボールを取る、はい、すぐ動かす、でなおかつこの人ファンダイク、はい、アリソン一発ですごいボール蹴ります、はいはい、これだけ攻守ともに連動しているチームってちょっとないんじゃないですか、はい、70年代80年代のチーム、はい、最強っていう方まだいらっしゃるんですよ、はい、気持ちは分かるんです、はい、でもその当時と今では選手のフィジカルとか、はい、戦術の吟味というか内容が違うので、うんうん、はい、史上最強じゃないですかね、うん、リバプールでは今が、はい、それこそ今回の題名になってますけれども、うん、スティーブン・ジェラード、アストンビラの監督が、うん、ね、先日その対決するにあたってのインタビューで、はい、うん、そのもちろんいろんなリバプールはそのチャンピオンズカップを、ね、取ってきたあの時代から僕は見てるけれども、まあ、もちろんそのすごい名選手もたくさんいて、うん、みんなのことはリスペクトしてるんだけども、うん、今のこの全体のスピード感の、まあ、であったりインテンシティとかそういうところのことも加味すると今がやはり
リバプール史上最強じゃないかっていう話はしてましたね。ジェラードがそう言ってるんだったらそうじゃないですかね、うんうん、でその本当に今ねカウンタープレスというのも言われますけれども、うん、その世界的なトレンドとしてやはりトランジション、はい、まあ、ここが非常に切り替えですけれども、はいはい、日本で言うと、はい、これが重要じゃないですか、うん、まあ、そのところがやはり、うん、素晴らしいチーム、まあ、リバプールそしてマンチェスターシティ、ここがやっぱり世界のトレンドで今世界1、2というふうに言われるということなんですかね。そうですね、はい、まあ、そこもまあね、カウンタープレス、クロップさんの場合はゲーゲンプレスから始まってるわけですけれども、はい、うん、その前からボールを取る、相手ボールになっても引かないっていうのがね、うん、はい、彼らの特徴で、まあ、まあ、アリソンもっと高くてもいいですけど、うん、ほぼほぼこんな感じじゃないですか今ポジションって。そうですね、あのフィールドプレイヤーが全体10人が相手陣でプレーしている時っていうのは非常に多いと思いますし、はい、うん、サシモのシティもここまでは高くないですから、はいはい、だからそういう意味で、うん、近代フットボールを凝縮したのが今シーズンのリバプールだと僕は思うんですよね、うん、まあ、本当にコンパクトを上げているのでディフェンスラインが高いので非常にコンパクトの中でできるじゃないですか、はい、それでやっぱりこれだけ高い位置を取るっていうのは、はい、まあ、普通のその感覚で言うと、まあ、戸田さんおっしゃってたんですけど、もうありえない話なんですよ、うん、それはやっぱりファンダイクとマティップのその驚異的な身体能力とスピードと、そしてアリソンのカバー能力とセーブ力があって初めて成り立つもので、サシモのそのマンチェスターシティもこれなんか違いっていうので、あの、プレミアリーグフリックスで解説来ていただいた時におっしゃってたんですけど、そのやり方が完全に普通のチーム違って、リバプールは基本的に高い位置で相手が 裏狙った時に普通裏狙われそうだったら下げる、これはシティが下げるんですよ、うんうんうん、下げて対応する、うんうん、まあ、それが、まあ、どちらかというと世の中のセオリーといいましょうか、うんうん、そういう形なのに対して、あのリバプールは高い上に下がらないで止めるっていう、なのでオフサイドを取る数が非常に高い、うん、まあ、仮に破られたとしてもそこから競争しても間に合うって、あの、バストミラ戦はコーチには抜けたんですよ、うんうん、ファンダイクの裏、はいはいはい、うん、だけど追いついちゃうわけですよ、ね、うん、でもう一回だからそのファンダイクに関しては2度抜かないと彼を抜いたことにはならないっていう、うん、 そうですね、まあ、そういうことができるのはやっぱりファンダイク、マティップ、うん、ファンダイク早いですし、うん、マティップも一緒にプレーして横でプレーして内田さんが、うん、内田さん早いんですよね、あのスピードやっぱりかなり早いんですけど、僕も全然早いって言ってましたから、うん、あ、内田さん早いんですかって、なんかどうしても大柄なんで、そうね、なんか、まあ、2人ともそうですけどスライドが長いから、まあ、ホーランもそうですけど、なんかあんまり速く走り方が、ね、走り方が、うん、だけど速いんですよ、一つ一歩がやっぱりステップが広いのと、はい、あとやっぱり柔軟なんでしょうね、はい、うん、しかもそうなった裏を取られそうになった場合、はい、全員ですよ、はい、スプリントして戻るじゃないですか、はい、うん、あそこまでよく、うんうん、仕込みましたよ ね、 うん、すごいチームですよ今本当に、うん、まあ、どうしてもあのいろいろこうなんていうんですかね、まあ、弱点みたいなところで、うん、例えばここのディフェンスラインが高いところでちょっとギャップが生まれてそれをついてとか、うんうん、あるいはアーノルドの裏でこの彼のまあ守備能力がまあ攻撃に比べるととか勝田さん言われるじゃないですか、うんうんうん、とはいえ失点がこれ24かな、24じゃない確かになんですよ、うんうん、でってことは取られてないわけですよ、だからどうしてもそのアラを探すとそうなるんだけども、でもユナイテッドの半分以下だよね、そう言って、うん、まあそう、まあ、シティだけでいいんですけど、うん、それよりもでもそれくらいの中でやってるので、まあ、穴を探すとそうなるけれども、基本それを、まあ、その、まあ、弱点と言われるところをあるというのは分かった上であえてこれをしてるってことは、それ、まあ、クロップは分かった上でこうやってるってことですよね。だってアーノルドの裏って言ったってさ、プレミアリーグって左ウィングとかめちゃくちゃいい選手たくさんいるじゃなくて、はい、ファンダイクとロバートさんよりマティプアーノルドの方が狙いやすいからって、ただそれだけの魅力を狙ってるわけで、はい、でもそんなに、ね、崩されてるわけじゃないし、はい、うん、クロップスさんもおっしゃってたけど、うんうん、アーノルドのディフェンスどこに問題があるんだっていうの本当その通りだと思うので、はい、うん、はい、うん、本当今野村が言ったように荒探しだよねそれ、うんうん、まあどうでしょうね、うん、ここに、まあ、さっき言ったようにジョータが入ったり、はい、うん、まあ、いざとなったらミルナー来たり、今はね、うん、コナテがマティップと結構この、ね、まあね、マティップも今シーズンは、まあ、怪我なくずっと来てますけど、うん、はいはい、やはり今までは怪我も多かったの で、 うで、ね、こう最後に行ってちょっとローテーションでいけてるのは大きいですよね、うん、あとちょっとね、積みかすも今非常にいいですから、はい、はい、
そうですね、ね、うん、結構あとアレクサンダー・アドロンとか上下滅出ると、うん、意外とすごいクロスで決めたゲームもありましたし、ありましたありましたありました、うん、この辺はちょっとね、あの質は違うんですけど、はい、そんなに遜色ないぞ、まあ、この人に遜色ない選択が世界中にいないので、いないで、ね、それは無理なんですが、どうしてもあまりにもレベルが加瀬さん高いので、うんうん、はい、あの他の選手が入ってくると、うん、まあ、確かに落ちるんですけど、うん、じゃあ他のチームの選手と比べてどうかってなった時に、うん、意外とそこまで落ちてはないのかもしれないっていうね、うん、いうところはありますよね。これなんか欲しくてしょうがないもん。いや、だってバランとこれ組むはいいじゃん。いや、そうですもんね、センターバックね、うん、で行けますし、サイドバックもできるっていうところもありますし、うん、そうそうそう、でもどうなんですかね、これコナテが成長してきたので、うん、ってなるとそろそろなのかなみたいなところは言われますけどね、ジョー・ゴメスはひょっとすると外に出るかなっていうのは、うん、あるいはジョー・ゴメス、ここは無理、ここ、いや、どうなんですかね、これもジョー・ゴメス右にしといて、うん、ここはどう、どういう発想ないのかな、なんとなくちょっと前も言ったけど、ジェラードになってほしいっていうのがあるんだよね。そうですね、そうですね、まあ、そんな感じです、今僕の思ってるのは、ね、あとあれですよね、勝谷さん、どうしてもその、ここで言ってヘンダーソンが年齢的なところもあって、はいはい、まあ、フルでこれだけチャンピオンズリーグも含めて全部っていうのは難しくなってきたのかなって言われる中では、うんうん、ナビケータがここに来て、ね、はいはい、かなり起用もされていますし、す、ね、活躍も、はい、ちょっと時間かかりましたけど、うん、こういう選択肢もありますね、カーチス・ジョーンズもね、ミラ戦はカーチス・ジョーンズでしたし、はいはい、ね、はい、だから本当にこれだけこう選手は熱いので、うん、勝田さん先ほど言ってましたけど、南野選手、うん、オクセル・チェンバレン、あとエリオットも、ね、はい、今シーズン序盤市場に出て、まあ、怪我で長期離脱で戻ってきて活躍しましたけど、うん、なかなかまた出られないと、そうですね、いうことになってきますし、はい、うん、まあ、ですから、ね、サラ・マネがだね、なんかバイエルに行かないって言ってましたけど、はい、30になったのかなるのかその辺ですから、うん、そのためのあれが、ジョタであるわけなので、はい、そうですね、ね、でいずれディアス、はい、ジョタはもう一人誰か、もう一人誰か取るっていうことになってくるんですよね、うん、何回か前の、この番組でも言いましたけど、それがハフィーニャなのかもしれないし、うん、はいはい、その辺はまだはっきりしないですけど、まあ、ジョタ、ルイス・ディアスの獲得を見ると、その辺の、うん、このチームのうまさっていうのは、はい、うん、補強のうまさっていうのはクロップを軸に強化担当委員会が非常に充実しておりますので、はい、その辺がくすぶるっていうか、うん、ミスを犯すことはないと思うんですよね、うん、まあ、その、まあね、例えばお隣の、はい、同じ町のお隣のクラブは、うんうん、実はこのクラブよりも多くお金を使っているんだけれども、そう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 、今残留争いじゃないですか、うんうんうん、イーバートンね、うん、はい、なので本当にこうなんていうんですかね、的確にそれほど人数も取らないじゃないですか、はい、だからこの冬も、まあ、結局冬もルイス・ディアスも、トッテナムが狙ってきた、どうも最近また報道出てきてマンチェスター・ユナイテッドがどうも狙いに来たので早く取らなきゃって言って取ったっていうことのようですけれども、うんうん、周りの情報を察知してすぐさま動けるっていうところの、はい、うん、なんだろう、その術というか、うんうん、やり方というか非常にうまいですね、はい、迅速かつ丁寧ですよね、はい、しかしルイス・ディアスは、加瀬さん、早かったですね、フィットするのは。いてくれたらな、うん、いや、なかなかそのどうしても半年くらい、ね、うん、あのファンダイクだけ例外でって話はクロップ監督が言ってるわけですよ、うん、基本的にはそんなにすぐ使える選手はいなくて、うん、あとはじっくりって、確かにファビーニョもちょっと時間かかりました、うん、チャオハルカンタラもそうです、そして、ね、ナビケータなんてかなり出したし、うん、チミカスも一時全然使ってないし、試運転してる時にさ、はい、右サイドバックとかやってたよね、そう、もともと最初モナコで僕一番初め実況とかした時は右サイドバックで出てたんですよ、うんうんうん、でそのでだん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 中になってきたんですけど、うん、でいろんなところでその試しながら適正をみたいなところは、うん、おそらく、まあ、それこそ南野選手がもうそうじゃないですか、ね、うん、いろんなところでちょっと使いながらで適正で、うん、で慣れていって結局ここでって、最終的に、うん、まあ、昨シーズン怪我人がセンターバック多すぎたんで、うん、ファミリーのセンターバックやったりしてましたけど、うん、本人はやっぱりこの、まあ、彼いう6番のポジションがやっぱり自分に一番合っていて、ここでならば自分の全てをしっかりやっぱり出せるみたいな話はしてますから、もう今や、ね、欠かせないプレーヤーになりましたからね、うん、なりましたね、うん、でも不思議ですよね、そんなファミリーにもじゃあブラジル代表でずっと出続けられるかって言ったらそういうわけで、うん、まあ、ブラジル代表どんなんだっていう話にもなってきますけど、僕は勝田さん思うんですけど、このクラブ、まあ、例えば南野選手が最近こうベンチに入れないとか、はい、ね、他オリギとか、うん、オクセル・チェンバレン選手とか、うん、そういった選手たちの話が先ほど出ましたけれども、大体、うん、そういう選手たちがいるとどうしても不満分子とか、うんうん、あるいはちょっとメディアになんか嫌な
情報が入ってきたりとか、うんうんうん、絶対出てくるじゃないですか、うんうん、普通であると、うん、一切出ないですよね。まあやっぱりそれはクロップさんの人の魅力じゃないですかね。うん、やっぱクロップさんの悪く言う人ってあんまり聞いたことないので、うんうん、はい、その辺はうまくまとめてるんだと思いますよ、はい、うん、まあ、だからなのか時折急に使われて、うん、オリー、うん、エバートン戦また、ね、うん、ね、出てきてから、うん、ね、2得点でっていうところだったですし、ね、彼1点目絡んで2点目は彼のゴールだったですし、ね、そういう風になるんですよね、うん、不思議なもので。だって南野だってリーグカップとか FA カップの決勝まで行けたのは南野の貢献度が高いから。そうそう、今シーズンだってカップ戦だけで9点取ってんじゃないですか。そうそう、9点取ってる、9点ですよね、うん、はい、ね、だから今ね残念ながら、はい、うん、ちょっとベンチからも外れてますけど、やっぱその、うん、そこまでの貢献っていうのは絶対に認めなきゃいけないし、でよくそれ南野は何試合連続ベンチ外だって最後に取ってつけたように書くじゃん、なぜそうなってんのかっていうのをさ、そろそろ専門誌以外も書こうよ、うん、それだけのチームなんだもん、うんうん、本当ですよね、うん、なのでまたクロップの場合は、うん、かといって見捨ててるわけじゃなくて、うん、長い目で見てそれでしっかりとまた最終的に使うじゃないですか、ね、ナビゲーターなんてかなり時間かかりましたよ、うんうんうん、ツイカスも昨シーズンはほとんど使えなかったけど、うん、今シーズンは結構、ね、まあ、ローテーションの時で使用されたりもありますし、そうそう、使われてなかったらナイミケータ放出かって結構出てたもんね、うん、はい、うん、まあ、クロップは誰が言ってんだみたいなこと言ってたけど、うん、まあ、だから手元に置いて育てた方がいい人、うん、はい、うん、ローンに出して実践経験を積ませた方がいい人っていうのは、うん、その後にもおそらくクロップさん分かってると思うので、うんうんうん、そういうのを踏まえて、うん、もう15、16シーズンの途中からやってきたわけですよ、はい、それは来週やりますが、あ、はい、まあ、その強化システムっていうのがやっぱ今日身を結んだってことだと思いますよ、うん、はい、本当ですよね、うん、まあ、そして春日さん、まあ、今、はい、やはり夢の4冠というところが、はいはいはい、まあ、狙える状況であって、うん、もちろんクロップ監督は、まあ、そういう可能性はないと、今まで、ね、誰も成し遂げてくれなかった、来なかったんだからその理由があるだろうって言ってるんですが、うん、でも現実味はあるわけ で、うん、でそこじゃあまず今一冠もすでに取ってます、うん、リーグカップです、うん、カラバオカップ、うん、そして、今週末まず2冠目ということになりますけれども、はい、うん、チェルシーとの、FA カップの決勝というところです。まずここで2つ目を狙うわけですけれども、はいはい、まあ、リーグカップの、決勝と同じカードになりまして、あのゲームは、うん、加瀬さん見応え満点のゲームで、うんうんうん、なおかつ、延長 PK いって11人対11人っていうところまで行きましたから、まあ、史上最高のリーグカップ決勝だったんじゃないかな、うんうん、リバプールとチェルシーになって両チームがほぼほぼ主力全員投入してきたっていうだけですごいなと思ったけど、うんうんうん、まあ、それであれあそこまでのレベルを見せてくれたのでね、はい、まあ、今回も、うん、面白い試合になると思うんですが、ちょっと今チェルシーの調子があまり良くないので、はい、うん、ちょっとその辺が、うん、あれですね、うん、心配しちゃうところですけど、はい、ですから当然のようにリバプール有利って考えますよね、うんうん、僕ねリーグはマンチェスターシティの優勝とも断言してるので、あ、はい、すいません、うん、まあ、ここはまあなかなか難しいですね、うん、まあ、得失点差の関係で言っても、うん、まあ、急にこうマンチェスターシティが4点5点とまあぶち込んできましたので、うん、まあ、今までは得失点差ではリバプールが上、うん、つまり勝ち点で並べばリバプールみたいなところだったんですけど、うん、この状況ですと勝ち点で並んでもまあ、確かにマンチェスターシティが落とさないと、うん、並ばないので、まあ、マイナスにはなるんですが、ただですね、落とさないところが仮に1つ負けたとしてもみたいになってくると、うん、まあ、ちょっと厳しい状況にはあるのかなというところですかね。あと、今シーズンリバプール今2敗だっけ、はい、2敗だよね、うん、それがやっぱりアウェーじゃない、はい、うん、それでサウサンプトンがのアウェーというのはちょっとね、はい、こじつけになるけど、うんうん、気になるところかなっていうのがありますよね。そうですね、うん、ただおそらくリバプールサポーターの、思い描く形は、うん、マンチェスターシティのラストが、うん、アストンビラなんですよ。ジェラードに援護してもらうってアシスト、これが多分一番いいシナリオなんだろうなと思って。それどこホームですか、最終節はこれシティホームです。シティホームか、はい、ビラホームだもん、ムードあでも、いやすごかったですよ、あのリバプール戦もやっぱり、うん、いやあそこの空気感もいいですからね、いいですよね、はい、だから、うん、4冠はね、うん、
僕もチェルシー、シティ優勝って言ってしまってるので、はい、プレミアですね、まあ、その辺でね、はい、なかなか断言できないんで3冠いけそうな気がしてますね、はい、カップトレブル的なところですよね。あともう一つ僕ちょっと気になってるのは、はい、アストンビラ戦ロバートソンがメンバー外だったんですよ、はい、これ休養と 見たらいいんですけど、はいはいはい、仮に実を怪我してたみたいなことがあったりするとちょっと、うん、トッテナム戦も途中で変わってますもんね、うん、はい、60何分でね、はい、だからそうなんです、本当に思い切って休養させた、うん、まあ、それだけ積み重ねをが、信頼に足る選手になっていた、うん、なってきたと考えればいいんですけど、怪我をしたとなるとちょっとそれはね、そうですね、うん、でも積み重ね僕も非常にいいと思っていて、うん、今シーズン高く評価してるんですけど、うん、ただちょっとビラ戦はちょっともしかしたら彼のところはブレーキになったかなっていう、まあ、全体のあれですよ、その流れの中でのところですけど、ビラ良かったよね。いや、あとは、まあ、ね、リバプールとしたらもうとにかく全部勝って陣地を尽くして天命を待つという、うん、まあ、まさにその言葉通りになると思いますけれども、なので、まあ、いろんな意味でもでもこう、まあ、最終節までもつれた方がまたね見応えというのはあるとは思うんですけど、はい、うん、いや、しかしこの高いレベルで加瀬さんすごくここまでもつれてきてるっていう、またリバプールに関しては全ての決勝に戦える数の試合全部できるっていうことになってるわけですからね。すごい、本当にすごい。うん、なんだろう、信じられないですわ。うん、もちろん多くのクラブがそういう方向を目指してるんですけど、うん、はいはい、それを言葉おかしくないんだけど、いとも簡単にやっちゃったので、ね、はい、うん、いや本当すげえ、すごいチームだなと思います。うん、そうですね。この先どんなクラブが出てくるか分かんないですけど。はい、ドール市場に残るチームだと思いますけどね。本当そうですよ、うん、今いい時期を我々はそれも大体1チームそういうチームっていうのはあるような気がするんですよ、うん、でそのチームの、まあ、例えば、まあ、バイエルンとか、うん、ユベントスとか大体一強でみたいなのあると思うんですけど、それがそのライバルが2チーム、うん、それも世界最高峰でいて、で他のところもじゃあなんていうんですか、もちろんその2トップがすごすぎるんですけど、うんうん、他もレベルが高いっていう状況の中でのリーグじゃないですか、うん、ただ今この見応えがあると言いましょうか、ね、なのでこう下位のチームにも取りこぼすこともあるので、うん、その直接対決だけが楽しい、うん、あ、楽しいっていうか何ですかね、が拮抗するわけでもないじゃないですか、だからこう今いい時期を見てるんじゃないかなと思いますよ ね、うん、だからその2チーム直接 対決の時なんかさ、やっぱ失礼があっちゃいけないと思うから、あの酔っ払いながら見ないもんな。本当にクロップ監督と選手たちには感謝とリスペクトですよね、うん、本当に、うん、すごいフットボールを見せてくれてますもん、うんうん、やっぱり強いチーム、伝統があるチームがやっぱり強いと盛り上がりますよね、うん、まあこれはね多分、うん、あらゆるスポーツだそうだと思いますよ、はい、ね、あの、うん、新しくできたチームが、うん、あの強くなっていく、あのフルーツワードもやっつけるっていうのはまたこれはこれで非常に楽しいのですが、はい、伝統の格式があるチーム、うん、まあ、メジャーリーグではヤンキースとかね、はい、ドジャースとかそういうチームがやっぱり強くなると、うん、はい、メディアの、ね、熱の入れがやっぱり違う、 そう、うん、そうですね、そのメディアの熱の入れが、はい、あの我々一般、あ、俺もメディアだったわ、一般の人に伝わるから、はい、一般の多分私より皆さんに伝わるので非常に盛り上がるということですよね。そうですね、うん、こう伝統のチームが強くて、なおかつ新興のチームがそれに対抗しようとしてきて、うん、まあ、ちょっとヒール役みたいなのを やってくれると、うん、やっぱこう盛り上がるじゃないですか、ね、うん、だからリーグアンで言えばあのパリに対抗するようなチームがなんかね、うん、そう、マルセイユがだからもっと本当は強くて、うん、ね、そこがもっと拮抗してればみたいなところは、ね、伝統の、ね、クラブがあってっていう、うん、ね、あと、まあ、リオンの強かった時みたいな感じがあると、うん、またそれで盛り上がるんでしょうし、だから一時バイエルンにライプツヒが噛みついたとかね、うん、はい、あんな時代も面白かったし、そうですね、だからイタリアももう少しなんかね出てきてくれたらね、うん、また面白いと思いますけどね、うん、そう考えますと梶谷さん、もう一つの赤いチームがやっぱ強くないと、赤いチーム、レッドブルですか。いや違いますよ、一番ね世界的なメガクラブでございます。赤いチーム、カリフォルニアエンジェルス。いや我ら、はい、我らはもうだって完璧に変えなきゃダメじゃない、うんうん、まあ原稿書きましたけど、うん、ラムニックがね本業はどっちだっていうのがまず言いたいよね。あー、オーストリア代表監督と、うん、舐められたもんでしょ随分さ、うん、
ファーガソンの時にコーチだったらミューレンステンって言うでしょ、うん、オランダの方、はい、うん、今度も入るんじゃないかって思ったけど、バックルームスタッフに言われてますけど、名前出さなかったんですけど、ある選手が入ってきたらロッカールームぶっ壊れたって言ったんだよね。でそれはミューレンステンが辞めて数年後の話だから、もう大体想像つきますけど、誰とも言わないですけど、だから、うん、その辺からやっぱ根本的に変えていかなきゃいけないので、うん、でどう変えていったかっていうのは、うん、どう変えていくかっていうのはこれからの彼らの問題であって、はい、クロップがどう変えたか、どう変えたかのか、どう変えたのかというのは来週です。あ、そうですね。まあ、そこはなので、今回は2週にわたってリバプール特集ということですので、はい、うん、ぜひ来週も楽しみにご覧いただきたいというふうに思います。で、今週は今期をお届けをしてきましたが、勝田さん、何か言い残したことがありますか？ユナイテッドに対する怒り、はい、リバプールすごいな、うん、などなどは、まあ、あちこちのコラムで書いております、はい、うん、それからこんな私でよければコラムいつでも書きますんで、皆様オファーよろしくお願いします、はい、私も、いつものようにプレミアリーグフリークス、そして、ダゾーンの、内田篤人のフットボールタイムは冒頭に申し上げましたけれども、僕は出てないんですが、現地からということですが、なかなかない企画ですので、ぜひご覧いただけたらと思います。そして、そうですね、今回は衣装なんですけれども、ここに本音文字が入ってまして、キープはクリーンシートって思いますか、まあ、こういうふうになんかちょっとフットボールのいろいろなあるなので、もしよかったらこのホームページなども覗いてみてもらえたら、ジェイク・チャールトンというブランドでございます。この前ブライトン戦終了後に言ってた、お前ではその資格、そのユニフォーム着る資格ねえぞってちゃんとあったじゃん、うん、それ入れてもらおうか。そうですね、そういうのはね、いろいろ今またちゃんといろいろあって面白いですし、ジェイク・チャールトンさんですっけ、はい、ジェイク・チャールトン、ジェイク・チャールトン、ジェイク・チャールトンです。そうですか、そうですね、作ってください、来ますから、お願いします。ということで、じゃあ加瀬さん、今週はこのあたりで、そうですね、はい、はい、ではまた皆さん来週、はい、どうぞ引き続きお願いしたいというふうに思います、今週も加瀬秀樹さんとお届けしました。加瀬さん、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんも加瀬秀樹さんではなかった、いやいやいや、すいません、僕の初ですの、そう、これね、もしかしたら寝不足だからかもしれません、ね、今日すごいスケジュールだもんね、あ、すいません、加瀬秀樹さんでございます、はい、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。それではまた来週です、はい、来週クロップだよ。